はい、皆さんこんにちは、のぺです。対抗力士戦やってみましょう。さあ、前回はこちら、引き続き技の取得を行っていきました。で、ほぼ全ての剣技をマスターしたんですけども、この方上泉秀綱さんがめちゃめちゃ強くて、最後の技1個が取れない状況でございます。さあ、これから打倒上泉秀綱目指して頑張っていきたいと思います。よーし、やっていきまーす。さあ、それでやっていきましょう。で、この上泉秀綱さんがね、めちゃくちゃ強いんだよな。まあ、なのでこの方を倒せばおそらくエンディング迎えられると思うんで、何としても頑張っていきましょう。何度でも立ち向かうんだ。わちか。さあ、行きましょう。多分ね、5、6回ぐらい負けてんじゃないかな、この人。こうするか。はい。うわー。うわー、これは。うわー、逃がさん、突き上げ逃がしてダメだな。強い。もうちょっと駆け引きがもうちょっとうまくいかんなー。どうしような、まあ、能力を上げないといかんすよね。この方ね、武力がめちゃめちゃ高いんで、異常に硬いんすよね。で、言うて私もね、まあ、バフはかかってるんだけど、上泉さんと30ぐらい武力が差があるんで、なんとか能力を上げないといけないですね。どうしよう。ちなみに、どっか士官するっていうのもありっすよね。いや、普通にありだな。じゃあ、北条氏康、仕官しましょうか。仕官して、で、拠点主になって、能力鍛錬、それを行っていきましょう。じゃあ、まずは、そうですね、こっそり忍び込む。はい。はい、忍び足。む、足音がしてるとか、気のせいか。よし、OK。申し訳ありませんが、北条氏康様、多忙につきお取り次ぎできません。なにはて、その顔には見覚えが。おお、かの有名なモビに乗りないのでは。もうそうだよ、もう。やっと分かってくれたか。で、まあ、宇治安か、能力たっけ。あ、兵法指南役になる、これいいじゃん。軍学の知識なき者を迎えるわけにはいかない。軍学だと。軍学ゼロだもんな。まあ、しょうがねえ。もう普通に仕官しようか。はい、本当に仕官しますか。はい。この度は大切なお願いがあってまいりました。ほう、どのような願いじゃ。このもみなり、ぜひとも貴殿のもとで働きとうございます。なに、それはまことか。むっ、お主をよく知らぬに家来にはできぬ私、牽制なんですけどね。私のこと知ってるから、よくねー、もうこう交わせしてくれたんじゃないのかな。はい、で、じゃあ茶席。はい、で、どう、茶席は通じるでしょうか。わびさびの心で、それなりに喜んでくれたか。で、こんなカードもらいましたね。獅子粉塵か。激しい攻撃で全ての障害を排除する。へぇー。なんかすごそう。で、北条氏政からね、教えてもらいました。で、時間潰して、で、茶席ね。はいはいはい。行きましょう。はい。で、お城にこっそり忍び込んで。はい、お願いします。で、茶席。で、それなりに、好感度上げまして、で、もう一回忍び込む。で、どうでしょうかね。いやー、まだ無理だろうな。あ、とりあえず、一回お願いします。はい。さあ、このもみになりなり、ぜひともキレのもとへ働きとうございます。いくらお主でも家来にはできぬ。出過ぎたことを申しました。で、宇治屋様、私をぜひとも仕官させてください。じゃあお願いします。本当に仕官しますか。はい。このもみになり、ぜひともキレのもとへ働きとうございます。さあ、どうでしょう。いくらお主も嫌いにはできる。まだダメか。まあ、とりあえず手合わせして仲良くなっとくか。これね、手合わせするとね、親善度が上がるらしいんで、まあ、これでなんとか。で、とりあえず一撃で倒したいな。はい。こ。こい。わー。いてててててて。こう。はい。どうや。お？どうや。オッケー、ナイス。よーし。もう上泉さんと比べたらもう全然もう雑魚よ。オッケー。うむ、見事じゃ。またいつでもお相手しよう。あ、で、今日はこの氏康感服したぞ。わしを乗りない殿の弟子にしてくれるのか。殿。嘘。あー、じゃあ、はい、お願いします。
お主ほどの者が我が弟子になってくれるとはこちらも歓迎するぞ。どういう口聞いてんの。感謝いたします。これよりお師匠様と呼ばせていただきます。そういうパターンになる。待って、ちょっと私を仕官させてください。むしろ私が敬語を使う立場です。おお、お師匠様ではございませんか。よくいらっしゃいました、こんにちは。仕官する。宇治安、こたびは重要な頼みがあって参ったのだ。もう完璧に私の方が上なんだ。ほう、頼みと申されますと。この足をぜひともお主のもとへ働かせてくれぬか。どういう上下関係なんだろうね。何、それは誠か。む、そうか、我が家来として迎え入れるのはやぶさかではないのだが、お師匠様ほどの腕なら標本指南役として召し抱えることもできますが、普通に仕官してよろしいのでございますかな。あのね、能力鍛錬を行いたいだけなんで、それではいいです。お師匠様の決意よくわかった。ではこれより拙者のもとで働くがよい。もう上下関係がすぐに変わっちゃった。おお、かたじけない。しかし拙者に使えるからには今後は主従の関係ということになる。命令には従っていただく。わかっておる。ではこれからお主のために精一杯働こうぞ。では早速お師匠様の家をご用意いたしまする。ごめんね、ありがとう。もう一つ、お主に言っておかねばならんことがある。特例がない限り奇数月の初めにこの城で表情が行われるからね、ちゃんと来なきゃダメだよということですね。はーい。んー、ということで、さあ北条家に仕官いたしました。私もみのになり、じゃあとりあえず、じゃあ新年度、はい、高めていきましょう。はい、お茶。こんにちは、羽賀宇治継さん、こんにちは。で、これで、はい、主人公札手に入れました。ナイス。で、次は宇治政、はい、こんにちは。さあ宇治政、お前の主人公札もよこせ。さあどうだ。価値3以上のものでなければ失礼に当たるか。価値3か。航路とかどう。袴腰どう。これは素晴らしい一品だ。松台まで買おうとしよう。よかった、わしの気持ちだ。宇治政ありがとう、ナイス。で、北条家に仕官したということで、じゃあ自宅戻りましょうか。あー、夏久しぶり。じゃあ妻と話す。北条宇治安様の奥様、梅様は気持ちのいい方でございますね。へー、たまにお話しする機会がございますけど、私とよく気が合うのです。へー、そうなんだ、ナイス。お前様、そんなに見つめられてもぽ。あー、お仲いいんだな。で、あと3日か。まあ、とりあえずじゃあ表情まで、はい、はい、了解。で、六角義方が、六角家の家督を継いだ、了解。で、お前様、表情が始まりますよ。ありがとう、夏。じゃあ表情いきましょう。さあ初めての表情です。さあ行きましょう。で、今月は内政を進めたいんですね。はいはいはい。ここに異を唱える、はい、軍備を行うとかどうでしょうか。お、遠慮はいらん、なんなりと申せ。で、今回は軍備を行うのがよろしかろうと存じます。父上、恐れながら拙者も、あ、のりなり殿の意見がよろしかろうと存じます。宇治国、ありがとう。ふむ、軍備か。あー、よしよし、軍備取った。オッケーオッケーオッケー、ナイス。よーし。じゃあ徴兵やりましょうか。はい。で、ちなみに、のりなりは、開発とか全然あれだな。で、どこだって？小田原、ここか。で、徴兵ですね。はい、了解。ちなみに、武士軍校650か。で、身分は侍大将。まあ、そんなもんか。徴兵、はい。くそ、旗の家ではブイブイ言わせてたのに。説得、行きましょう。さあ、数速弾。うわー、難しいやつだ。来い。まずは自分かな。OK。これ自分？オッケー、よしよしよし。これまあ自分かな。これは自分？よしよしよし、危ねえ。これはまあこれも自分かな。違うんだ。これ相手？空想一回間違えちゃったか。まあ圧勝っちゃ圧勝だけど、うん、難しい。で、はい、じゃあ宇治国じゃなくて宇治安に報告。おー、で、どういう上下関係になっちゃったんだろうね、結局。
で結局まあ宇治安が上っていう感じに落ち着いたのかな。で武士勲功が90上がりました。ナイス。さあ現在上泉秀綱さんと再戦してるんですけども、いいとこまで来たな。これ勝てるか、勝てるかな。一の太刀行きましょう。はい、くらえ。一の太刀新刀流究極奥義。さあどうでしょう。おー勝てたしまった、全然取ってなかった。こういう時だけ勝てるんだよな。さあでぜひこれからも手合わせしてくれ。で上泉秀綱さんのカード取れましたね。うわーこれ勝てるか。あーで酒のべ秀綱さんも手に入れたと。ナイス。あーで真田信綱も手に入れたと。おーで私病気になってしまったわ。これ勝てるか。そうかそうか。いやー収録しなかったもんな、これは悔しい。じゃあもう一回、じゃあ秘伝秘技を回りに行きましょうか。勝てるかな。もう一回もう一回マンキータ、よし行きましょう。さあ上泉秀綱さんお願いします。はい、秘技を教わる。さあ行きましょう。風神限りを捨てたお前に今のわしを倒せるのかな。やってみないとわからん。それはこれは怖いな。そうですね、まあこの方言うて結構ペイント仕掛けてくるんで一回距離置こう。うわ、まっすぐ来たー、怖ーじゃあここは一旦じゃあ天狗書で防御力かける。これで一撃か二撃ぐらいなら耐えれるはず。さあ来い。うわー怖っ。この辺りでそろそろこっち来んじゃない。で悲劇来た、月影。まあ月影ならなんとか耐えれる。でじゃあこう、うわー怖。で私はなんとか気合を貯めていけるか。うわー届かんか。こう切れる、よし。で一旦ここで霞だね。敵をしばらく動けなくする。くらえ霞。一回勝った敵なら余裕が出る。でここで回復、ここで傷薬塗りまーす。はい、さあ手当て。これででもうだいぶ耐えれる。でそろそろ向こうが天を使ってくるはずなんで、ごめんな。お、嘘、うわうわうわ、危ねえ。怖っ。ぜひ、うわー出てきた天。さあこれが強い。くぅ、いてててて。さあ切れるか、よし。でそうだな、ここでじゃあもう一回霞使う。霞霞、ここは慎重に行こう。はいはい、そこだ霞。よしよし、勝てる勝てる。でここでもう一回傷薬。さあ行きましょう、勝てるか。今度はちゃんと録画してる状態で勝ちたい。はい、で手当て。でここで連続切りいっていいかな。行きましょう。うわー防御してきた。逃がさん、連続切り。どうだこれで。うわー残ったか。うわー怖い。こうわー天使使ってきた、恐ろしい。いてててて、なんとかあと一発点は耐える。さあ勝てた、オッケー、よしよーし。もう能力鍛錬しないでよかったじゃん。いやー見事だ、お前こそ我が技を伝授するにふさわしい。この技お前に譲るぞ。はい、幻ってものね、天じゃないんだ。全ての敵を一瞬で切り捨てる刀剣術の究極奥義、剣聖上泉信綱が編み出した。いやーこれ怖かった本当に。さあ幻を獲得しました。
さて、お前に伝授できるのはこれが最後だな。わしにはもう教えられる技はない。やったぜー。あ、だけどエンディングじゃない。なんでエンディングじゃない。で、調べたところ、まだこの方から技もらってないみたいですね。林崎仁介さん、こんにちは。この方もね、めちゃめちゃ強い人らしい。17歳。恐ろしい。で、流派は、神道流なのかな？秘技を教わる。今、我が神道流ではない貴殿が、それがしの秘技を教わりたいと。はい、お願いします。さあ、倒せるでしょうか。17歳には負けんぞ。さあ、記念すべき100勝、お前で飾る。まずは、じゃあ、はい、天狗賞。まあ、上泉さんに比べたら、まあ、相当格は落ちるんじゃないでしょうか。さあ、できましたね。で、こう。打飛、うわ、波返し。なんだ、その技。恐ろしい。こう。あー！裏書かれた、あいてててて。で、こう。私も相当硬くなったな。バーッ！危ねえ。危ない。もう横から。ここはじゃあ傷薬。はい、ここはかける。さあどうだ。で、回復してまっすぐ来るんかい。危ねえ。危ない。よしよし、横。うわー、わからんのこいつ。こ、あー、もう、うわー、痛い。こう。で、何すら。波返し？カウンター？よし！よーし！よしよしよし！一発！オッケー。さあ、ここで技教えてもらえませんか？はい、居合斬り！あー、はいはいはい。林崎無双流ですね。はいはいはい。じゃあもう一回行きましょうか。技を教えてくれ。はい、ひげを触る。あ、そうだそうだ。一ヶ月に一回でしたね。忘れてました。さあ、では今月も技教えてもらいましょうか。林崎仁介さん、お願いします。はい。さあ、尋常に勝負。いや、もう上泉信綱さんがもう強すぎて、他の剣聖たちが雑魚に見えてしまう。ひげ。はい、じゃあ天狗賞、はい。さあ、で、防御力高めて、で、おー、なんか変わった動きするな。こう。うわー、わからん。こういってみる？お、オッケー、ナイス、よーし、素晴らしい。これぞ読み勝ち。で、波返しか。刀剣で攻撃可能な範囲の敵に攻撃された時に反撃する。なるほど。で、まだあるのか。で、これでまた酒田の町行きまして、林崎仁介さんに技を教えてもらいましょう。まあ、これでエンディングいけるんじゃないかなと思うんですけどね。どうかな。さあ、行きましょう。お願いします。さあ、仁介、うーん、秘技教えて。はい、お願いします。しまった、回復してない。あー、回復してなかった。まあ大丈夫でしょう。人たち入れれば私の勝ちですからね。で、じゃあまずは天狗賞、はい。ほら。で、こっからここから。こう？お、まっすぐ来た！オッケー！よーし！脳天に直撃。もう生きてはいまい。さあ、これで技？教えてもらいますよね。はい、まんじ抜け。円軌道上の敵をすべて攻撃する刀剣術の秘技。ほー。で、これが最後の技ですね。了解。はぁ、刀系の全秘技を習得しました。思えば各流派を渡り歩き、数々の剣豪から多くの秘技を教えてもらったものだ。剣の道においてわしほど各流派の秘技に精通している剣豪もおるまい。はい、刀系の全秘技習得に満足せず、このままゲームを続けますか。まあ、ちょっと天覧試合優勝できてないのがね、心残りですけどね。どうしようかな。まあ、ここは一回エンディング迎えましょうか。はい。しかし
秘技を習得するだけの日々に果たして意味があったのだろうか。そもそもわしは何のために剣を鍛えておるのか、それすらわからなくなってきた。しばらく後、のりなりの姿は戦国の表舞台から消えていた。剣の道に迷いの消えぬのりなりは、開国修行の旅へと向かったのである。ある時は禅寺に現れて参禅し、またある時は名だたる剣豪と試合をし、勝利してはまた行方知らずとなった。その間、浮世では北条氏康が天下を統一したという噂だったが、のりなりには関わりのないことであった。そして数年後、剣禅一条の境地を悟ったのりなりは、各流派を統合した新流派を起こした。あらゆる流派を研究し尽くし、さらに禅の精神を盛り込んだその流派は、近世、武芸に多大なる影響を与えた。こうしてもみのりなりの名は、近世武芸の祖として永遠に語り継がれるのであった。さあ、ということで、エンディングですね。で、システムデータをセーブしますか。まあ、しましょうか。はい。あれ、なんかエンディングロール流れないですね。あ、終わっちゃった。まあ、ということでね、まあ、展覧試合までやりましょうか。さあ、ということで、じゃあ次回最終回にしましょうかね。はい、さあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のっぺでした。さよならー。